知識には2つの知識があるということをご存知だと思いますけれども、これは霊的知識というのと物的知識というのを考えているわけでございますね。大体皆さんの持っている知識というのは外なる知識、物質の知識、すなわち外なる知識と言います。大体この現れている現象世界の知識は皆さんたくさん持っていらっしゃいますけれども、内なる霊的知識というものは非常に少ないんでございますね。知恵とその知識とは少々違うというところを話してみたいと思いますね。で、皆さん方は英知とか仏知とかという言葉を、この仏知を、お釈迦様は仏知を得られたと、この仏知が霊的知識でございますね。内なる知識。で、大体人間というものは、外の物質としてこう現れている現象世界のことの知識がいっぱい持っていらっしゃいますけれども、その現実世界にある知識というものが非常に少ないと。ということで、本当の知識というのは、どちらが霊的な知識と物質的な知識とどちらが本物の知識かということの識別をしていただきたいと思うんでございますけれども、私たちはどうしてもこの目に、耳に、口に、あるいは感覚、他の感覚というものに頼って生きておりまして、真実なるものを全て曇らしてしまうわけですね。で、ここに我々の目で見たり、耳で聞いたり、触ったりするのはみんな現象でございまして、幻でございまして、実在するものじゃないんでございますね。実在するものじゃない。で、実在とは何かというと見えないものであると。そんなバカなことかと皆さん思って、大体見えるものを信じて生きているわけですね。で、我々の目で見えるものが本物だ、本当にあるもんだという盲信をみんなしてしまうわけです。この見える世界というものは見えないものの影なんです。幻なんですけれども、なかなかそこから抜け切れてくれないと。すなわち自我意識から抜けてくれないというのが厄介ものでございまして、私たちはどうしてもこの結果次元で物を見てしまって、原因次元というものを見失いがちでございますね。で、一番大事なことというものは、どう説明がつくかという非常に説明のしにくい部分ですけれども、ここに気の葉というものが、私が触ることも見ることもできますけれども、これは本当にあるものじゃないんですね。本当にあるものじゃなくて、ここに見える、触ることのできるものは、見えないものの結果にしか過ぎないんですけれども。じゃあ、これは何の見えるものは何の結果かと言いますと、見えないものの結果なんですね。で、命というものは見えません。命を見たものは一人もいないわけですよ。命を見たものはない。しかし、命が見えないからといって、命がないとは言えないわけですね。ちょうどここに氷がございますけれども、この氷でも、何の結果かというと見えないの。水蒸気の結果なんですね。いや、これは見るからできてるんだと普通言うと思います。じゃあ水は何からできてるかというと、水蒸気という、この見えないものから出来上がるわけです。そして水として出来上がったものから固体化されて、氷というものが出来上がるわけですね。出来上がるわけです。で、我々は外側の形の世界の知識を保ってますけれども、じゃあ本源の知識は持ってるんだろう。ここから来ることを仏知とか英知とか言うわけですね。だから知識というものは現れているものの知識をいっぱい持っていますけれども、本源本質に対しての知識というものは皆さん非常に乏しいというようなことになるわけです。だいたい学校や教育を受けているのは外なる知識、すなわち概念ですね。概念的なもの。それは物質的知識を養いますけれども、学校で霊的知識というのはどこでも養っておりません。じゃあどちらが本物の知識かということで、霊的知識と、それとも物質的知識なのかということでございますね。だから知識というものは、私たちは本当にあるものというものは、この物質なのか、霊なのかということなんですね。で、命と霊は同じことでございます。命は即霊なんですね。霊は即命なんです。大体は命と霊が別だと考えている人が多いようでございますけれども、命と霊は同じものでございまして、御霊と生命と命とは同じでございます。で、ちょうどここに木の葉がございますけど、この木の葉は何の結果かって。じゃあ木の葉が実在なのか、命が。